ワオ、シグナルとは、天文学における未解決案件の一つ。1977年8月15日に、セティプロジェクトの観測を行っていた、オハイオ州立大学のゼリー・アールエア・レイマンが、ビッグイヤー電波望遠鏡で受信した、電波信号である。日本語では、ワオ信号とも言う。狭い周波数に集中した強い信号で、太陽系外の地球外生命によって送信された。 可能性が指摘されている。望遠鏡は信号を72秒間にわたり観測することに成功したが、以降の探査では同様の現象は見つけられず、その起源は謎のままである。受信された電波は、構成間の通信での使用が予想される信号の特徴をよく表していた。これに驚いた A マンは、プリントアウトした表の該当部分を丸で囲み、ワオと書き足した。 そのため場をシグナルが信号の名前として広く使われるようになった。映画コンタクトの発想のもととしても知られている。プリントアウトされた信号と A マンの名も赤い丸で囲んだ文字列が強い信号を表す。A マンが印をつけた615という文字列は信号の強度を意味している。強度が1に満たない場合は空白で表され、1から9の数字は 例えば3ならば3以上4未満というように、それぞれが10までの強度に対応している。10を上回る場合は、ラテン文字を使用する。前述の文字列に含まれる U は30以上31未満の信号の強度を表しており、これは観測された電波信号として最も強いものである。なお、ここで使用される強度は無次元数の信号雑音比であり、雑音の値としては、 直近数分間のその周波数の平均を使用している。また、表における一つ一つの列は異なった周波数帯を反映しており、列が一つ変わるごとに周波数は1 0ヘルツずれることになる。信号は複数の列にまたがっていないことから、和をシグナルは1 0ヘルツに満たない狭い周波数帯を持つ信号だとわかる。信号の周波数の詳細な値については2つの 値が示されており、JD クラウスは 1420.356MHz、A マンは1402。いずれにしてもこれらの周波数は、構成間の通信での使用が予想されていた、水素線の周波数 1420.406MHz に非常に近いものである。シグナル発信源が推定される領域、和を信号の正確な位置を確定するのには、困難がつきまとう。 ビッグイヤー望遠鏡は電波を受信するために二つのホーンを使用しており、それらは互いに地球の自転方向に少しずらした向きに設置されていた。信号は片方のホーンで捉えられたものだが、処理の過程で二つのホーンの情報が合成されたため、どちらが受信したのかはっきりしていない。したがって、信号の発信源の設計における座標は、次の二つが考えられている。さらに、 石碑方向にも大きな、これらの値は発見当時に使用されていた古い元木に基づくもので、1990年代以降に使用されている J2000.0 に換算すると、設計 19h25m31 プラスマイナス 10s、10 19h28m22 プラスマイナス 10s、石碑マイナス26度57プラスマイナス20となる。この座標はいて、 座の領域内で、いて、座海星と呼ばれる五等星から2.5度ほど南に、外れた位置に相当する。シグナルの強度データをグラフに落としたもの。ビッグイヤー望遠鏡は地上に固定されており、地球の時点を利用して観測方向を変えていた。地球の時点速度とビッグイヤー望遠鏡の観測ウィンドウに基づけば、望遠鏡は、天球上のある一点を72秒間ほど、 観測できる。すなわち、地球外から発信された信号が観測された場合は、36秒の間に次第に強まり、ピークに達した後36秒で消失していくパターンを持つだろうと予測されていた。実際に観測されたワオシグナルは72秒間ほど持続した。その強度変化も蒸気に一致するもので、太陽系外に由来する可能性が高いと考えられる。 観測ウィンドウによる変動を差し引いた信号本来の強さは72秒にわたってほぼ完全に一定だったビッグイヤーは地球の時点方向に分かれた2つのホーンで構成されるため継続的な信号であれば最初の検出から3分後に再度検出されるはずであるしかしそのような現象は起こらなかったこれについては2通りの説明ができるその一つは 信号が先行するホーンで検出された後、追随するホーンが同じ方角に来るまでに消滅したということである。もう一つは、先行ホーンが通り過ぎるときに、信号は沈黙しており、追随ホーンが同じ方角に来るまでの間に発信が始まったため、結果的に一度きりの検出となったという説明である。いずれにしても、この信号は3分以内で急激に消滅。 または発生したと見られている。エーマンはビッグイヤーを使用して1ヶ月ほど観測の再現を試みたが失敗に終わった。1987年と1989年にはロバート・グレーがオークリッチ天文台のメタ望遠鏡群を使用した観測を行ったが信号は検出できなかった。彼は1996年にも超大型干渉電波望遠鏡群を使用して 検出を試みたが、やはり何も見つからなかった。さらに1999年には、サイモンエリング船を交えて、タスマニア大学の26メートル電波望遠鏡での探査が行われた。14時間にわたる観測を6回行ったが、ワオシグナルに類似した信号は見出せなかった。日本では、九州東海大学の藤下幸信や、西春間天文台の鳴沢信也が観測を行った。 和を、シグナルは、継続的に発信される弱い信号が、構成間空間におけるシンチレーションで一時的に増幅されたものとしても説明できる。しかし、その種の現象は、高い感度を持つベラでも検出できておらず、ベラより、明らかに性能が劣る、ビッグイヤー望遠鏡で発見できた可能性は低い。他の説としては、灯台のように時点に伴って、電波の放射方向を変える天体。 シグナルによる創作、一過性の突発現象などが想像されている。さらに移動する太陽系外生命の宇宙船が発した信号という予想まで存在する。発見者のーマン自身は信号が地球外に由来することに回帰的な見方を示すようになった。彼は50回ほど探したなら我々はもう一度観測できたはずだ。 単に、スペースデブリのかけらに反射した、地球起源の信号のようだ、と述べていた。しかし後の研究では、A マンの言うような原理に基づいて、信号の性質をうまく表現するためには、電波を反射する物質は非現実的な条件を満たさなければならないことが判明し、A マンも自らの発言を撤回した。また1 4 2 0ヘルツという水素線の周波数は、 電波天文学のために保護されたスペクトルで地球で製造された送信機はこの周波数の電波を送信することを禁じられている。いずれにしても一度きりの受信では観測不足であり、そのことが和をシグナルの起源を議論するにあたって障害となっている。エーマンは彼の書いた文章において不完全なデータから莫大な結論を導き出そうとすることに抵抗。を。 示している。2016年にサンクトペテルブルク大学教授のアントニオ・パリスは電波が発生られた当時の状況を天文学のデータベースで照らし合わせた結果直径数百キロメートルもの水素の雲に囲まれた彗星である 266P、クリステンセント 355P、2008Y2 がビッグイヤー電波望遠鏡を横切った際に 発生したのが和をシグナルの正体であるとの説を打ち出した。266P クリステンセント 355P2008Y には、それぞれ2006年と2008年に発見されており、当時はその存在を知られていなかった。一方で、仮に水星が水素線の原因であるならば、どうして和をシグナル以降、同様の信号を一つも検出できないのかを、 説明できないと、この説に会議的な意見も出されている。パリスはこの説が正しいか否か検証するために、266P、クリステンセント 355P、2008Y2 が、それぞれ戻ってくる2017年1月25日と2018年1月7日に、電波望遠鏡を使って和をシグナルの検出を試みる予定だという。年、パリスは、 266P、クリステンセンとさらに3つのランダムに選んだ彗星から和をシグナルに似た 1420MHz の信号を観測できたことから和をシグナルは彗星によるものだと結論付けた。同年6月、オハイオ州立大セティプログラムのディレクターであるロバート・ S ・ディクソンはパリスの説に対する反論を公表した。それによるとビッグイヤーの観測時に パリスの指摘した水星はいずれも観測範囲内に存在していなかった。またホーンの片側のみで検知されたことを説明するには、信号が動く短時間で変化したと考える必要があるが、水星の放射がそのように変化する根拠は提示されていない。和をシグナルに似た信号とされる観測データについては、論文中のプロットに周波数が記載されておらず、和を シグナルの特徴と本当に一致するかどうかを比較できないとしている。ありがとうございます。